ジャパンプレイヤー2スローって書いてる。なるほどね。そういう意見はある。まあ、でもそれは普通の意見じゃない。だって、エドに対してのらりくらりやってたら、自利品になるから、攻めた方がいいよねは、まあ、普通の意見じゃない。いや、この辺の議論はね、もうあの古来からあるから、要はこれってそのプレイスタイルの違いもあるから、まあ、いわゆるその日本、まあ、広く言えばアジアと、まあ、EU、US と、まあ、あと南米等とかさ、でそれぞれその国の特色とか国民性とか性格とかその土地土地のプレイヤー人口とかレベルとかによってプレイスタイルってもちろん変わるから、でそれに対してのゲームとの相性とかその時のメタとか、だからそれはそれぞれがなんかこれに関して何が正解とか俺はないと思ってて、なんか自分少なくとも自分のなんだろうプレイがあるから、自分が強いと思ってるプレイでやるだけだから、別にそれで攻めが強いと思ったらみんな攻めるし、守りが強いと思ったら守るし、でもその中にやっぱりさっき言ったまあ国民性とか性格とか、あとはそのトッププレイヤーがそういうプレイだからみんながそれを真似してとかもあるしさ、でそれもその中、あでもそのね、ああいうマーブルとかの時にあったけど、やっぱゲーム展開ゆっくりやるのはあるね、日本、まあ、アジア、まあ、日本か。俺だってあのアルカプのマグニート使ってる時にトゥースローって言われた。なんか地上べったりのマグニートやってたら、なんかアメリカのマグニートもなんかもうこんなんなんよ、動きこんな動きしてくるんだけど、俺のマグニートなんかのらりくらり地上戦してたら、モーチのマグニートは動かないって言われる。っていう、まあ、あれぐらい分かりやすい、こう、スピードあるゲームだとさ、まあ、その、それが顕著に出るし、まあ、それが強い弱いっていうのが割と出ちゃうんだけど、まあ、ストリートファイターぐらいだと、ストリートファイターっていうゲームがそもそもスローだから。はっきり言って、ストリートファイターっていうゲームで、めちゃくちゃ早く攻めても知れてますよ。速さは。そのいわゆる速いゲームと比べた時に速さは知れてる。でこれはその環境とかメタでも変わってくるから、まあ例えば出始めのゲームってやっぱ攻めが強いんですよ。あの攻めより守りの方が知識もいるし、その経験とか反応もいるから、攻めってそのいわゆるこう自分がこれっていうカードをさ出してさ相手に対応させる動きじゃん、基本的に。もちろん攻める時に反応とかもちろんいるんだけど、相手がこうしてたらこうするとかっていうのはいるんだけど、まあ、守るときは、少なくとも、それは絶対いるから、相手はこう攻めてくるから、こう裁く。で、これはこういうフレームで、で、これをガードした後はこうでっていう、その、守り側の方が知識はいるから、基本的に。なので、やっぱゲームが成熟する前は、攻めの方が強い。これはもう、どのゲームにも当てはまると。で、どんどん成熟していくと、守りが強くなっていく。だからこれが、その、調整によっても変わったりするから、まあ、一概には言えないんだけど、まあ、そういう傾向にある。で環境の話すると、まあ、例えばラグイと攻めた方が強いよね。だから日本とかはやっぱそのネット環境もすごいいいから、基本的に大体普通にランクマとかさやってて、ラグイ試合ってまあほぼないのよ。大体快適にプレイできると。ただいわゆるその海外、まあ海外っていうとちょっと広いけど、とかだともうその隣の国とやるとか、結構そのまあプレイヤー人口の関係もあったりとかで、結構マッチングが広かったりとか、そのネットの関係でラグが発生したりとか、だからそれはその環境的に攻める方が強い、守りきれないよねっていう環境になるから、なんかその辺のいろんな要因があって、日本人はまあ割とこうなんかしっかりやるっていう国民性ももちろんあるんだけど、環境がなんかそのしっかりできる環境も相まって、割とこうディフェンシブなスタイルのプレイヤーが多い。また単純に結構トッププレイヤーがそういう傾向にはある。だからエボだけで、まあ今回ちょっとエボあったからエボだけで言うと、2009年梅さんでしょ、2010年梅さん、2011年フード、日本人ね。で、2012が、で、2013がシェン。で、2014がルフィ。これ EU のプレイヤーね。で、2015ももち。2016がまたインフィル。2017トキド。で、2018プロブレム X。これ日本、プロブレム X も EU ね。で、2019がボンかな。で、2022が河野。で、2023がアングリーバードで、2024がパンク。で、今言った日本、エボ制覇した日本人で言うと、梅さん、フード、桃地、時戸、ボン、河野。まあ、フード以外、ディフェンシブじゃない。で、アジア人に広げても、まあ、インフィルとシェン。まあ、割と、攻めるプレイヤーではないよね。まあ、守備寄りだよ。で、結構そういう風な、
結果残してる選手とかがそういう傾向にはあるから、まあそれを見てる日本のプレイヤーとかアジアのプレイヤーとかはまあまあその辺は一つの指標にはするよね。でカプコンカップとかまで広げてもガチ君とか、まあ俺とか、あとはサコさん、アジアだとでカズノコか、まあこの辺は半々か。そうそうそう、まあまずストリートファイターがそう、まずだからなんかその、うん、まあわかんないよね、まだてか結局みんなそんなね、なんかいろいろ言ってる人らもポジショントーク的なとこはあるから、結局その攻めてる人が勝ってたら攻め強えって言うし、守ってる人を勝ってたら守ってんの強えってなるっていうだけだから。あとこれ見栄えの話もそうで、まあこれもちょっと半分結果論になるんだけど、守って負けたら見栄え悪いんですよ。まあ要はそのなんか攻めて前のめりで死んだらなんかこうやりきったなみたいな、やりきってぶつかって負けたなっていう感じだけど、まあ要はその守ってさばけずに負けたらさ、なんかこう怯えて対応できずに負けるっていう、その見え方が違うけど別に負けは一緒だから、なら結構その攻めと守りで守って負けた時の方がいろいろこう印象的な話でで思われがちなんだけど、それもあくまで俺は結果論だと思うから、そう別に攻めて攻めて攻めて負けてもダメじゃん。だからなんかその辺の結構ねちゃんと見極めるのは難しい。これ前のめりに行ってちゃんとこう命かけていって前向きに死んだなっていうのなのか、なんかもうやけくそでうわーってもうどうしようもないからうわーってうわーって言ったっていうのが果たしてかっこいいかっていう。まあでもこれね多分ね、なんかいろんなスポーツに多分同じなんだよね。ボクシングとか多分わかりやすいけど、なんかこう KO パンチャーの方がまあ人気あるじゃん。こうディフェンシブでさばいていくプレイヤーよりさ、やっぱり分かりやすいこう KO を狙うプレイヤーとか派手な方がまあ分かりやすくサッカー、そうやね、サッカーとかもやっぱねこういろいろあったじゃん。日本がなんかあれは何、ワールドカップかオリンピックか分からんけど、俺サッカーちょっと詳しくないか、なんか勝ち、ね、引き分けだったら OK みたいな、なんかパス回してとかさ。で言うたら格ゲーもさ、タイムオーバー狙いのガン逃げみたいなのはやっぱりあんま応援されづらい。でまあそれがそのちゃんと勝ちを目指してやってたらまた話も違うと思うから。でもそれで負けたらざまーってなるじゃん、心理的にさ。ガン逃げしてるやつがさ途中で捕らえられてさ、負けたらうわーってなるでしょ。まあだからある種ヒール的な感じにはなる。いやだな、あのさ、なんだっけ、スマブラのさ、ソニックが めちゃくちゃ逃げキャラで、それもあれかな、ドミニカの選手かな、ソニックスっていう。なんか最近はアバタケとかに聞いたけど、最近は結構攻めるようになったって。まあ割とその防御寄りのスタイルの人で、この前なんかついこの間あった海外の大会のグランドファイナルのアーカイブ1時間超えでしたから、やばくない？3先ね、スマブラの3先グランドファイナルアーカイブ1時間10分とかになってた。まあ、よく見たら最後10分は表彰式だったから、あれなんだけど、でも1時間やってんだよ。相手も守り特化のピカチュウだった。選手大変。いや、選手より観客が大変だった。グランドファイナル1時間。ちなみに、ウィナーズファイナル40分。だから、その、ウィナーズファイナルとグランドファイナルだけでも2時間ぐらいやってんの。まあ、なかなか大変で。まあ、運営泣かせでもある。まあ、でもやっぱね、そこは、選手はやっぱり、全力でそれを勝ちに行った結果、それになってるから、それ自体を否定することはやっぱできないよ。システムのせい。まあそうだね。まあ結局システム、ルールの中でやってることだから、それが本当に問題であるんだったらそこを変えるしかないよね。なんか、プレイヤーに変えろっていうのは違う気はする。まあ結局それで、まあ人気出る出ないとか、称賛されるされないとかで、選手が、じゃあそれだったら変えようとかはまあ、しょうがないとは思うけど、そこはまあその個人の判断だ。選手側の判断だ。エンタメとして見てる関係がいることを忘れたら伝えるだけ。いや、そうそう。いや、でもそれはそうよ。それはどこまで行ってもそうっすよ。勝てばいいわけではないから。でも勝たなきゃダメだから。そこのバランスで。でもそのソニック対シャニマ、あ、シャニマってピカチュウの人。お互い結構攻めた上でそうなってる。あ、じゃあもう、あれだよ。お互い攻めた上で、ギリギリのとこで技が当たらずみたいな。なんかスパーゴ対そのソニックスのなんかの
ルーザーズファイナルかグランドファイナルもなんかそんなあった。なんか3分ぐらいお互い攻めないっていうか動かないっていう。スパーゴがずっとあの NB 飛び道具波動拳みたいなやつを出して、スパーゴはそれをずっとジャスパをして場から動かないっていうのが3分ぐらい続いたから、俺それネット対戦でやってたらなんかペナルティ食らったんだけど、なんか相手動いてこないからずっと剣で波動拳をその場で打ってたらなんかボット扱いされて10分間ペナルティ食らったんですけど。